進撃の巨人、進撃の巨人の最終巻が発売されちゃって、単行本派の人もね、ついに終わりを見届けたところだと思うんだけど、俺は本当に進撃の巨人がめちゃめちゃ大好きで、大好きとかで表せるレベルじゃないね、人生そのものかもしれない。今のものの考え方とか、それ人生観とか価値観も全部進撃の巨人にめちゃめちゃ影響を受けてて、もう聖書みたいなもんなんですよ俺からしたら。そんな進撃の巨人がついに終わってしまったということで、今回は進撃の巨人好きなキャラクターをトップ5で紹介したいと思います。進撃の巨人ってキャラクター一人一人に物語があって、メッセージ性があって、思いが込められてるんですよ。伊佐山はじめからの生涯を通してその人が出した結論、一人のキャラクターでメッセージ性がいろいろこもってるんだけど、その中でもトップ5を今日決めてきたから。やんの全然興味ないんだけど、マジで全く興味ないんだけど。第5位、5位に輝いたのはエレンです。主人公なんだけど、この第5位にランクインさせていただきました。最初から最後までいろんなキャラクターが登場したけど、一番土地狂ってるのはやっぱりエレンだったなって。エレンってその地鳴らしを発動したりして、こうすごい猟奇的なに見えるんだけど、実はこう人を殺すことにはちゃんと心を痛めてるし、自分の身の回りの好きな人がたくさんいて、人間味があるキャラクターではあるんです。エレンがどういうキャラクターかっていうと、これは俺の解釈なんだけど、まあ、ちょっと伊佐山はじめ先生のブログを引用させてもらうんですけど、古谷実原作のヒメアノールっていう漫画について言及してるブログがあって、生涯ベスト級の漫画ですっていう風に評価してて、でヒメアノールがどんな漫画かっていうと、主人公が反社会性人格障害者、まあ、要は太鼓キラーだよね。人を殺すことに快楽を覚えるっていう異常性癖を持ったキャラクターの漫画なんだけど、それを生涯ベスト級の漫画ですっていう風に評価してて、ものすごくこれに影響を受けてることは間違いないんですよ、伊佐山はじめが。でその伊佐山はじめはその漫画から、なんでお前ら普通の人は人の痛みや悲しみに共感できるかわかるか、なんでお前ら普通の人は人を殺して性的な興奮を覚えないかわかるか、それはたまたまだよ、運が良かったからだよ、そんな叫びのようなものを古谷実原先生の作品から感じたんですっていう風に言ってて、そういうそのサイコキラーに生まれてしまったら悲しいことで、こう手放しに批判できる存在でもないなっていう、そういう理解の仕方を多分伊佐山はじめ先生は知ってて、多分エレン・イエーガーってそのサイコキラー的な異常性癖を持って生まれてしまった人間なんじゃないかなって俺は思ってて、異常なほどに自由を求めて進み続けるっていうその性質が生まれた時からずっとあって、自分や自分の身の回りの人たちの自由を奪おうとするやつがいるなら、俺はそいつから殺してでも自由を奪うっていう、その異常なまでの自由に対する信仰みたいなものを、まあ、異常性癖のような形で持っているのがエレンで、そのためにはこうどんどん人を殺しちゃうし、最終的に人類の8割を殺してしまう結果になったんだけど、でもやっぱり人間だから人を殺してしまうことの悲しみとかそういうのはちゃんと持ち合わせてて、まあ、そういうその自分の性癖と罪悪感の間で苦しみもがくのが異常性癖の人そのものだなって思ったんで、多分まあ古谷実のヒメアノールに影響を受けてるから、エレンはそういうサイコキラーとかと同じような悲しい異常性癖を持ってきて生まれてしまった少年っていうことなんじゃないかなって俺は理解してる。まあ結局最終的にはどこまでも仲間思いやったやつってことで、そういう意味でも俺はエレンはかわいそうであり、すごい魅力的な強いキャラクターでもあるなっていうふうに思ってんでいただきました。第4位、第4位に輝いたのは鎧の巨人ライナーです。やっぱライナーを一言で表すとしたら、この残酷な世界の、まあ、被害者の象徴だよね。人が憎しみと憎しみをぶつけ合って殺し合いを続ける、この残酷な世界の板挟みになってしまった悲しい世界の象徴であるキャラクターだと俺は思ってて、昔はこうパラディ島の人が悪だっていう風に襲われて、パラディ島の人たちを名護市にするためにそれだけを考えて島に行ったんだけど、結局そこでまた友情が芽生えてしまって、パラディ島にもたくさん友達ができてしまって、それでもマーレ軍での使命もあるし、パラディ島の人たちとも友情があるしっていうことで、間ですごいもがいて苦しい思いをしたのは、まあやっぱり一番の被害者はライナーだなと思って、巨人の力の被害者でもあるよなと思ってて、まあ13年の寿命とかそういうのもあるけど、どんだけ体がぐちゃぐちゃになっても再生してしまう、どんだけ自分が死にたくても死ねないっていう、その巨人の力の被害者でもあるよなと思ってますね。最終的には幸せな結末を迎えたキャラクターではあるので、伊佐山はじめそこまで悪人ではなかったなって感じだけど、次、第3位を発表していきます。でけ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 、第3位はジャン、ジャン・キルシュタインです。
まあ、104期、まあ、一番最初からいる仲間なんだけど、ジャンは一番人間味があるやつだなって思って、進撃の巨人のキャラクターって結構まあ異常なやつが多いじゃないですか。そんな中でもやっぱ一番その我々に近い人間的な普通の男の子だなっていう感情を持ってるのがジャンで、こう変に髪型とかめっちゃ気にしてたり、あと女の子の目線を気にしてたりするところも、そういう人間らしいキャラクターって本作にいないから共感できるっていうのもあるんだけど、俺はそのジャンの人間性の変化にすごいこうグッとくるところがあって、ジャンは訓練兵団を卒業するまではかなり利己的なやつだったんだよね。自分のことしか考えてない、まあ、途中でその親友のマルコが死んじゃったりとか、あー確かに104期のね、周りの仲間たちが死んじゃったりしたことで、すげえ自分中心じゃなくてある程度利他的にどんどんなっていったっていうのが、言うなれば社会性を身につけた、あずっと自己中心的だったやつが社会性を身につけたっていう変化が、正直俺も共感できるところがあって好きなんですよね。誰のものとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされないために、生きていくんですよ、それからの人生は。例えば正論ってあるじゃないですか。こういうことは物事の反省をする上ですごい正しいことだけど、それを言ってしまったら、まあ、周りから嫌われてしまったりとか全体の士気が下がってしまったりとかする正論を、まあ、大人だったら言わないじゃないですか。ジャンは多分もともとそういうことを言うキャラだったんだけど、途中から人間的な変化があってそれを言わなくなったんだよね。そういうその大人な変わり方をした対照的な位置にいるのが多分フロックだよね。シガンシナク決戦の後、超大型巨人の力をエルヴィンではなくアルミンに託したっていう選択をした兵団に対して、フロックはそういうのは注射液を私物化して市場に流されて合理性にかける判断をしたんだろうってみんなが思ってるけど絶対に口にしなかったことをフロックは言ったんですよ。でそれに対してのジャンのあの表情、多分あれは昔の自分を重ねてるんだよね。みんな結局その周りと協力して生きてるから正論だけど言わないようにしていたことをフロックは言っちゃったんだよね。多分昔のジャンだったら多分そこにガッて口出してたと思うんだけど、周りの犠牲を伴って自分が集団的で利他的な大人に変わっていったっていう意味で、まあ、俺はジャンすごい好きです。俺もオタクだからさ、結構自己中心的に生きてきたところもあるから、そういう意味でもすごいそのジャンの大人な変化には影響を受けたところがありますね。第2位、ドゥク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 ン、ジークでーす。ジーク好き。すごいその、あ、もしもし、ニヒリストじゃないですか。すいません、虚無主義。火曜日予約してると思うんですけど、すごいその全然生きることに対してあまり活力がなくて常に悲観的で現実的に物事を捉えている、あのニヒルな感じの雰囲気もまあ好きなんだけど、大丈夫です、まあ、この人もねすごいその、じゃあ4時からね、悲しい残酷な世界の被害者であるっていう一面もあって、はい、俺はすごい好きですね。はい、すいません。一番最初はやっぱりその親のために半分洗脳教育のようなものをさせられて生きてきたんだけど、まあ、途中でこう本当の父親クサバーさんを見つけて、クサバーさんを父親代わりとして生きてきて、まあ、安楽死計画を遂行することを考えてずっとジークは生きていくんだけど、最初はすごい獣の巨人って悪いやつだなって、調査兵団皆殺しにしたりして悪いやつだなって思えてきたけど、やっぱりそのジークの生涯とかを考えて、そっからなんか、あ、やっぱジークもジークなりにこう考え方とか教示があってこういうことをやってたんだなっていうことを俺はすごい学んだんだよね。安楽死計画って最終的にやっぱ正しかったんですよ。あそこで安楽死計画を成功させていれば人類の8割が滅ぶことなんてなかったわけだから、ジークの安楽死計画がそもそも正しかったっていう点も俺すげえ面白いところだなって思ってるし、で最後やっぱ決定的なのはそのアルミンとジークのあの道でのシーンですね。ジークは悲しい生涯を送ってきたから、そもそもこう生きることに対してすごい否定的なんですよ。生きるということは増えることだって言って、こういうそのどんどん生まれて、で死の恐怖と戦いながら、ただ苦しい気持ちを味わい続けさせられるだけの生きるという行為に何の意味があるんだっていうふうにアルミンに言って、でもアルミンは、いやいや確かにそういう生物的な使命もあるけど、僕が一番楽しかったのは、昔森でリスが木の実を食べてくれたところだったりとか、こう商店街をみんなで食べ歩きしてるところだったりとか、あとは丘に向かってみんなでかけっこした瞬間とか、ああいう瞬間がすごい大事だった気がして、ああいう瞬間のために僕は生きてきたと思うんですよって言ってて、そこでジークがハッと思い出すんですよね。
今まで生きるための使命にとらわれ続けて生きてきたジークが単純に自分がやって楽しかったことを思い出すんですよ。まあ、それが草葉さんとのキャッチボールですね。だから、あ、そういうことのためだけでも生きててよかったんだってことに最終的に気づくんですよ。草葉さんキャッチボールをしてくれてありがとう、で自分の父親グリシャに対しても産んでくれてありがとうって最後言えるようになって、まあ、最後は初めてね、自然の美しさとかを色眼鏡なしで見れるようになって、綺麗な空を見上げて、あ、今日は空が綺麗だなって言って、首を離れられて死んでしまうんだけど、最終的には生きることの素晴らしさに気づいて死んでいったんだけど、まあ、そういうメッセージ性も俺はすごい好きです。これはまあ最終話から2個前、137話なんだけど、まあ、かなりもう進撃の巨人の作品を通してのメッセージとして結論に近い部分なんですよ。人生に大した意味なんかないけど、だからこそ素晴らしいんだよっていう楽観的虚無主義価値観が多分進撃の巨人っていう作品を通して伝えたいすごい大きなメッセージの一つだと思ってるんだけど、それにかなり早い段階で気づいていた人がいるんですよ。第1の発表です。結局俺はこの人が一番好き、超かっこいい、ユミルです。ユミルが最後にヒストリアに送った手紙、これめちゃくちゃ大好きなシーンなんだけど、どうもこの世界ってのはただ肉の塊が騒いだり動き回ったりしているだけで特に意味はないらしい。そう、何の意味もない。だから世界は素晴らしいと思う。これはまあさっき言ったジークとアルミンが話し合って出した結論、これと全く一緒だよね。特に生まれてきた意味なんてない、何の意味もない、だから素晴らしいんだよって、まあ、そういう人生観の価値観とかはめちゃくちゃすごい影響を俺は受けてます。そんな感じでトップ5紹介していったんだけど、まあ、正直俺の進撃愛がこんくらいあるとしたらまだこんくらいしか語れてません。本当にたくさん好きなシーンあるし、もっとたくさん好きなキャラクターいるし、もっと時間が許すならねどんどん喋りたいんだけど、まあ、今回6月9日に最終巻が発売されたってことで、まあ、それの記念としてほんの少しだけだけど進撃の巨人の魅力が誰かに伝わればいいなっていうことで話してみました。まあ、ジャダンも全然ね読んだことないと思うから読んでみようかなとか思ってたら嬉しいんだけど、参考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 205号室島三丁目8-16参考と205号室。